ダンテジアコーサは、イタリアの自動車技術者、カーデザイナーである。長年、フィアットの技術部長を務め、500cc の超小型車から、スポーツカーまで、駆動方式も、FR と並行して、小型車には RR、そして最終的には、横置きエンジンの FF を用い、多くのエポックメイキングなモデルを開発した。特に彼が1964年に登場させた。 アウトビアンキプリムラで用いたエンジンとトランスミッションを横一列に配置する FF レイアウトはその後の小型乗用車のグローバルスタンダードに近いものとなり、ジア交差方式と通称されている。また、カーデザイナーとしても優れたセンスを持ち、フィアット500などはジア交差自身のデザインである。日本ではジア交差の表記が一般的だが、ジャ交差がより原音に近い。 ローマに生まれ、1927年に鳥の工科大学を卒業し、兵役を終えた翌1928年にフィアットに入社した。当初は軍用車の設計部門に配属され、ついで航空機エンジンを担当したが、1933年に初代フィアット500の開発が開始される際、これを担当することになった航空エンジン部門トップのアントニオ・フェッシアにその天分を見抜かれ、 機械部分の大半の設計を委ねられた。トポリーノの成功で1937年には技術部門のマネージャーに、1950年にはディレクターとなり、以後、1975年に引退するまでフィアット社の設計を統括した。晩年は鳥の工科大学の講師を務め、1979年には著書、40 years of design at Fiat を出版した。 1991年にチンクエチェントの発表会では、新型車のベールを外す役を務めるなど、晩年まで、フィアット車の顧問として、同社と良好な関係を維持した。小屋やピカソの絵画をこよなく愛する、芸術家肌のエンジニアで、カナダドルや風道による設計を嫌い、自らのインスピレーションとセンスを頼りにエンジン車シしシ、ボディスタイルまで白紙から構想を起こすことを好んだ。 初代フィアット5001936年わずか 569cc のエンジン排気量を持つ二人乗り小型車でイタリアの乗用車普及に大きな役割を果たした。車体こそまだモノコック構造ではなく独立したフレームを持っていたが、流線型の全構成ボディ、油圧ブレーキ、前輪独立喧嘩、水冷4気筒エンジンなど、当時は 上級者でも珍しかった高度な機構を採用、エンジンを前車軸前方にオーバーハングさせ、重心を前方に傾けて操縦性に配慮すると、共に乗員に十分なフットスペースを確保した。1947年にマイナーチェンジされ、フロント部分がモダナイズされ、1954年まで生産されたが、これはジアコーサ自身のデザインで、 以後彼は、フィアット社のスタイリングについても統括する立場となった。フィアット 508C1937 年1960年代末まで、続く 1100cc エンジンの大衆車、1100の原型。操縦性、乗り心地に優れ、ジア交差はこれをベースにレーシングカー、508cmm を、設計、同社は1938年のミルレミリアで、クラス優勝した。 イタリア D461946 年、イタリア敗戦直後の1944年、イタリア人実業家、ピエロズシオに依頼されて、設計をスタートした、508C の更新であるフィアット1100ベースのレーシングカー。交換スペースフレームに、軽合金ボディを持ち、60馬力の最高出力で、時速 175km の最高速度が可能であった。 フィアット14001950年フィアット初の完全な戦後型でフェンダーが完全に車体と一体化されたボディはジアコーサ自身の設計で6人がゆったりと乗れ時速 120km で巡航可能で燃費はリッター 10km という設計目標を達成したフィアット11001953連戦100の戦後型で技術的には 新規な特徴はなかったが、軽快な走りと耐久性が評価され、改良されながら1969年まで生産される長寿モデルとなった。フィアット6001955年とポリーノの後継者として、小さな車体でフル4シーターを実現させるために、RR 方式が採用された。モノコックボディと4輪独立サスペンションも採用され、 わずか 633cc の排気量ながら車体は 585kg と、軽量で時速 80km での高速巡航とリッター16から 20km の低燃費を達成した。また、後輪には当時の RR 車の主流であった、急激な荷重移動に伴うジャッキアップ現象に、起因する転倒の危険性が高い、スイングアクスル式サスペンションを廃止。 セミトレーリングアーム式サスペンションが採用されていたことも、ジアコーサらしい先進的な設計であった。1963年には、大型版のフィアット850も登場した。フィアットムルティプラ1956年600の派生車種である3列シート6人乗り4ドア多用途車。リアエンジン方式で、テールゲートこそ持たなかったものの、今日のミニバンの先駆的な存在であった。 2代目フィアット5001957年とポリーノの需要層の一部は600よりもさらに小さなモデルを望んだために生まれた 479cc のミニカー。エンジンは空冷に気筒となり、その振動、騒音を外に逃がすため、キャンバーストップが標準採用された。最高速度は時速 110km、燃費もリッター 20km が可能となり、 ミニマムトランスポートとして1976年まで継続生産され、イタリアはじめ世界に熱烈なファンを生んだ。アウトビアンキプリムラ1964年1959年のミニの登場後、ジアコーサは横置きエンジン、全輪駆動の採用に舵を切り始める。多分に実験的な意味を込めて、最初のジアコーサ設計の FF 車は、 フィアット参加のアウトビアンキから発売された。1221cc エンジンは当時のフィアット1100と共通であったが、世界で初めて実用化されたジア交差方式のレイアウト、当時まだ珍しかったハッチバック式のボディなど、その他は全くの新設計であった。ステアリングギアボックスにはフィアットとしては初めてラックピニオンを採用したが、これもライバルのアレックイシゴニスが、 すでに採用していた機構であった。同じレイアウトは、フィアット社に採用される前に、再度、1967年発表のシムカ1100で、試され、前輪ディスクブレーキが採用された。フィアット1241966年一見、何の変哲もない四ドアセダンであったが、四輪、ディスクブレーキや、固定軸ながら、コイルスプリングのリアサスペンションが採用され、軽量設計で、 動力性能や経済性にも優れていた。1970年以降は、ソビエト連邦のバス自動車工場で、ラーダ -2101 として生産され、イタリア、ロシアと世界各国での累計生産台数は1400万台を超えている。フィアット1 2 8 9 6 9年長く、生産された1100に代わって登場した128には、ようやく、 自夜交差方式の前輪駆動が採用されたが、セダンの車体は2、4ドアのノッチバック型であった。前輪サスペンションには、マクファーソンストラット方式が彼の作品では初めて採用された。フィアット1271971年フィアット850の後継者として登場し、128同様の前輪駆動方式を採用した。 ジアコーサが直接設計に関与した最後のフィアット社と言われ、1972年のヨーロッパカーオブーザイヤーを獲得した。ありがとうございます。